ヴィッセル神戸、噂の選手加入させたら優勝すること、もはや容易説、検証。ヴィッセル神戸、今オフはすでにマリノスから大木原、浦和からあの牧野など知名度抜群の即戦力を獲得すると、ここに来てまさかのルイス・スワレス獲得の噂まで立ち始め、何かとオフシーズンの主役になるヴィッセル神戸。そこでスタッフは、もし神戸がスワレスまで獲得したら、さすがに J 優勝は容易なのでは、そう思ったので本年も FIFA22 を使って検証。早速もろもろの選手を神戸に移籍させ、ご覧のスタメンに配置。ということでスタメンに戻ると、考えただけでも胃もたれする3バック、バラエティに寄せた中盤、リアル半端ない2トップの布陣、どこを取っても取れ高を確保できる高カロリーなヴィッセル神戸に、スタッフは早速アビスパとの開幕戦を見てみることに。果たして高カロリーな神戸はどのくらいヘビーなチームなのか。すると6分、スワレスが前向きでボールを持つと、空いたスペースに走り込んだイニエスタ。あのバルサホットラインが神戸の地で開通し、早々と先制した神戸。しかし37分、3バックの生命線、スライドのズレを疲れ失点。スタッフの取れ高狙いがあだとなり、同点ゴールを許し前半終了。エンド変わった後半、クロスに飛び込んだイニエスタが倒され PK を獲得が、比較クラッシャー村上が立ちはだかり、勝ち越しのチャンス生かせず。その後の神戸は山口が白々しくミドル。71分にはスワレスが狙うも得点ならず。しかし迎えた後半アディショナルタイム、相手から落とし玉が決めた。思わずやらせを疑うほどのお膳立てで劇的勝利の神戸。こんな取れ高を見せつけられたら、季節エスパルス戦も観戦。ところが6分、失点。これは逆転するシナリオなのか、あっさり崩され追いかける展開に。20分、イニエスタのヒールパスから大迫。23分に山口がシュートも決められずじらすパターン。結局1点ビハインドで前半終了。エンド変わった54分、そろそろ追いつくだろうな、そう思ったタイミングでゴール。稀に反抗するもバラエティに従順なイニエスタが決め、シナリオ通り追いついた神戸。しかし余裕を持ちすぎて追いつけず、本末転倒で試合終了。その後スワレスの勢いが止まらず、バラエティモンスターと化してしまったため、シーズン終了までスキップすることに。果たして高カロリーなヴィッセル神戸はリーグ優勝など容易だったのか。やりすぎた。終わってみれば2位に勝ち点差12をつけ、2節残して J リーグ制覇を達成。またルヴァンカップも決勝まで勝ち進み、現実世界の王者名古屋と激突。試合は開始5分に決めた半端ないさんのこのゴールを守りきり、ルヴァンカップも容易に制覇。主力選手の個人成績を振り返ると、都合上左サイドに置いた山口がまさかの15ゴールを記録し、サイドが転職だった模様。1年間反抗しなかったイニエスタはリーグ戦10アシストを記録し、堂々のアシスト王に。一方で武藤大迫はバラエティ向きではないのか、やや消極的な成績に。そしてバラエティモンスターと化したスワレスは37試合25ゴールと、ある意味でバラエティ向きではない結果で得点王に。この結果を踏まえ、さすがにやりすぎてしまったとスタッフは反省。そこで牧野とイークラの2トップでどのくらい戦えるのか検証してみることに。早速開幕戦となる徳島戦を観戦。果たして前代未聞の破天荒采配は J リーグにどのような衝撃を与えるのか。試合は20分、イークラのパスから牧野がシュート。ゴールキーパー上福本が立ちふさがりゴールならず。すると29分、簡単にかわされると柿田に決められ失点。追いつきたい神戸は39分、イークラから牧野へ絶好のパスがぶち抜いた。破天荒2トップから同点ゴールが生まれ、スタッフの采配見事的中し前半終了。エンド変わった後半、イケイケムードが一転し悪い流れが漂うと、58分、またしても柿田に強烈なミドルをぶち込まれ勝ち越されると、68分にもこぼれ球を拾われ、またまた柿田。スタッフの記載が成功と思いきや、飛んだ神戸キラーが現れ開幕戦を落とすと、その後牧野&イークラはすっかりとおとなしくなり、最後ここだけと観戦した広島戦。9分、山口のシュートのこぼれ球に牧野がストライカーばりに反応。久しぶりの得点で幸先よく先制。しかしさすがに広島が本気になり、15分にドーグラス・ビエイラ、29分に森島に決められ、わずか15分間で逆転を許し前半は終了。しかしエンド変わった72分、ここまで気配を消していたイークラが左足でぶち込みゴール。まさかまさかのアベック弾で神戸が同点に追いつくと、終了間際の89分、イークラに最大のチャンスが。マジか、どうせ外すだろう。大方の予想を裏切り、アウト回転のかかったシュートは大迫の手から逃げネットに吸い込まれる。
土壇場も土壇場で逆転に成功し試合終了。エンターテイナー2人の活躍で広島撃破。とんでもない試合を見せられ、映画一本見たくらいの疲労が溜まったのでシーズン終了までスキップしてみる。果たしてエンターテイナー同士のツートップは J にどのような衝撃を与えたのか。5位。被災を振るった2トップだが、予想以上に頑張りまさかの5位フィニッシュ。個人成績を見てみると、キークラは37試合4ゴール4アシストという何とも言えない成績で、2ゴールが見れた広島戦が奇跡に。また牧野も37試合6ゴール2アシストと、牧野なら来シーズンやりかねない成績で終了。ということで検証結果、彼はすっかり丸くなってしまったようだでした。